名前、泥水さん、最高 XP、エリア2087、ヤグラ2105、ホコ2201、アサリ2096、現在 XP、エリア1986、ヤグラ1970、ホコ1972、アサリ1940と、塩吹き、もみじシューター、悩み51歳という年齢のせいで反射神経が鈍く、前衛は諦め、中衛でプレイしてます。いや、マジで賢い選択だと思います。それは本当に。各ルール、いい形でリードを取っても逆転負けすることが多く、押すべきか引くべきか、特に終盤の立ち回りに悩んでます。もしよければご指導くださいということで、まあもみじシューターって武器自体があまり強い武器ではないんだけど、まあ、前線で戦えないからサポートに特化したもみじシューターを使ってるっていうのはめちゃくちゃいい選択肢だと思うね。もみじシューターもね、まあ確かに強い武器ではないけど、相手のヘゼルとってはぶっ刺さったりするからね。ということで見ていきます。すごいね。51歳で XP ね2100超えてんのすごいからな。味方結構キル取ってるし、泥水さんも結構キル取ってるけど負けちゃったってことだからね。いや51歳はすごいね。いや本当に老若男女が楽しめるスプラトゥーン3神ゲーです。はい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 。編成はまあ編成はお互いそのあれか、ちょっとこっち、いやでもお互い同じ感じか。さあ初動、初動投げて、トーピードも投げて、さあ引いてまあちょっと細かいですけど言っていいですか。濡れるシューター使う時で意識してほしいことがあるんですけど、さあトーピード投げた方がいいんですけど、はい、もっと塗っていいね。もうこの時点で、あ、トーピード意識が高すぎるなって思ったんだけど、この編成見て。編成で濡れる武器がもみじシューターと寿司しかいない。キル役は基本的にハイドラとホッカスじゃないですか。で、トーピードって確かに強いんだけど、トーピードよりも強い動きっつうのが塗ることなんですよ。トーピード確かに強いんだけど、塗り状況良くした方が強いです。まず第一に。結構これ若葉とかもみじ使ってる人あるあるなんですけど、塗り状況良くないのに、塗らずにボムばっか投げる。いや、これね、マジで弱い。まず塗り状況よくしよう。こことかさ、まだ右通路も塗れてないし、中央も塗れてないし、余ったインクでトーピード投げようね。まずだから俺からしたら、まあそこ塗れなくて、この右通路塗ってないのがマジで怖い。相手の侵入ルートじゃん。まずそこ塗ろうぜっていう。そうそう、塗って。まあこれトーピードのインク回復するのがもったいない。まず中央も右通路も塗れてないから、まずトーピードのインク回復する前に塗ろう。マジで塗り意識高くしよう。塗り武器はまず。塗り状況を良くすることをまず第一優先としましょうね。これマジで多い。腕前上がらない人は大体これ。ほんと塗り状況良くないのに塗らない。シューターなのに。本当に弱いからこれ。特に味方にキルブ切るとき。だから俺がよくスプラローラー持ってさ、ね、味方にシューターいるのに味方全然塗んないとマジで動きづらいからね。本当に。味方キル取れないのは塗り武器の人が塗ってないせいっていうのよくあるからね。気をつけましょう。はい。塗り状況良くなってからですから。対面するときと塗り状況良くなってから、まあ、そういうね、まずは塗り状況良くしましょうね。でこれで攻められて I1 持って帰ると。でこれカンもトップされちゃうね。はいで、まあ、これはホコ持って、あ、これでもカンもいかずに、あ、でも味方持ってくれたね。味方のハイドラが、さあホップソーダ食べたいよ。さあホップソーダ投げる。あ、いいね、いいよ。でそうだ、塗りたいねってなりますね、これは。うん、塗りたい。そうだな。まあ特に、いや止めますかこれは。いや塗りたいんですよ。もう塗りたいね。今のは俺はうずうずしてしまうんですけど、これもみじのすることじゃないですよこれ。今多分潜伏34秒ぐらい潜伏してキルにやってたけど、それは寿司ホットの役割で、はい、じゃあもみじのどういう動きが強いかっていうと、まず、ホップソナー投げました。ここまで良かった。でホップソナーで索敵できるじゃん。とりあえずでホップソナーの線を見ながらどんどん塗り広げて全員下げていくのよ。塗りで相手のラインを下げていくのがいいんだよね。泥水さんはホップソナーを置いて潜伏してキル狙おうとしたけど、もみじの役割じゃなくて、それはホップソナーを置いてホップソナーって索敵しながらメインの塗りとトーピードでこうじわじわこう突き進んでいくっていう動きが大事で、それで味方がキル取ってくれやすくなるからね。それで潜伏、もうだから俺からしたらもうでホップソナーで分かるじゃん。もうこれ、あ、ここら辺敵いないんだなって分かっち、左通路にしかオフィンいないからもう中央一気に塗り固めちゃうんだよ。そうしないと味方のホットとか全然動けないからね、これ。うん、ほらこれ塗らないともう前第一優先は塗りです。この動きがまずもみじのすることではない。でもまあでもこれでも噛み合って、まあ、うまくキル取れたから、あー、これもだね。これもったいないね。まあでもこれは多分イカランプ見てなかっただけかな。はい。ここで3落ちしましたと、敵が。で、自分と味方の矛のみ。こうなったらもう、味方の矛所とトーピールだけで相手のオフィン引かせれるから、まあ、マルチミサイル撃たれるかもしれないけど。うん。こういうとことか、でも丸ミサ撃たれたか。まあ、そうか、丸ミサ撃ってるのか。まあ、もうちょっと、そうだね、矛を守ってあげる動きできたらよかったね。うん。まあ基本的にガチ矛持ってる人が一番狙われるから、矛はそれ意識した方がいいね。さあホップソナーたまる、いいよ。さあもう投げていいんじゃないか。あ、これ味方が嫌いでキル取ってくれた。さあ投げたい。さあまいちゃん、あー、そうだね。まあ泥水さんまず塗るところからだね。うん、もう塗る、まずはもっと多分自分が思ってる5倍ぐらい塗った方がいい。本当に全然塗り意識って足りない、俺からしたら。もっとガーってで、潜伏キルをそんな狙いません、この武器は基本的に。うん、うまいんだけどこれをしたいんだったらもみじシューターをじゃない方が勝てる。だから若葉の方がまだ勝ちやすいと。さあホップソナー置きたい。さあいいよ。あー、これまあ下に置いちゃったらちょっと上行かないな。まあそれはちょっとしゃあなくて、さあ突破できるか。おー、した、無理やりしてって。さあこれは一旦ちょっとステイして、うわー、まあこれはちょっとしゃあないな。今のとかもさ、そうもみじってさ、もみじ若葉って射程短いんだけど塗り射程は長いんだよね。そう、塗り射程は長いのだから、先端までめっちゃ塗れるから、その塗り射程を生かして、まあこう、そう、もっと塗りの先端でクリアリングしていくイメージを持った方がいいね。敵インクに無理やり突っ込むつうか、結構危ないラインまで行っちゃうことが多いけど、ちょっと試し打ち上で試してほしいんだけど、本当に塗り射程すごい長いから、それを生かそう。うん、そうだね。でこれ矛がカモしてるから前行ってあげたいね。さあ引く。まあこれはそうだね。右で味方の、まあこれ味方の復帰時間稼げてるからよくて、そうだね。トーピードで前線して、味方が一緒に来たタイミングで、このタイミングでちょっとホップソナー投げて攻めたいね。このタイミングでホップソナー投げていいよ。さあただ相手のトルネードがうまい。これ相手のトルネードがうまい。ただナイス、いい、刺さってますね。刺さってる、いいよ。いや今の引く判断はかなり。さあ攻めたい。さあ非常に攻めたい。さあ残りゲクスだけだ。さあこういう時はちょっと強気にいってるぞ。ただちょっと、まあ、ここはちょっと難しいな。まあ俺でも今のはトーピール投げてエクス落としに行くけど、まあ今のはちょっとプレイヤースキル求められるシーンだから、うん、まああまりその倒せる自信がないんだったら行かない方がいいね。倒せる自信が、あ、おい、あいつ倒せるって思う確信があったら行ってもいいけど、まあここはちょっと自分のプレイヤースキルによるから、今の行くか行けるか行かないかの判断は、まあ行く判断としてはね、うん、自信がなったら行く判断間違ってない。さあこれはいいよ、いいね、左通路。さあただ突破されてしまうこれちょっとどんまいな。さあ突破されてしまった。あーでワイプ入っちゃうのか。そっか、うん、ただ迎え言って、うん、いいよ、頑張れ。まあ、これが逆転負けってやつか。ここ持ってね、うん、まあこの後もちょっときつくて、あでも耐えてる、いいよ。おいでも鉾の持ちうまいな、延長の鉾持ちはうまい、ちゃんと落ち着いてる。延長の鉾持ちうまい。なんかこれ鉾所の打ち方見てるとさ、なんかまあわかんない、もみじシューターにこだわりがあるのかわかんないけど、なんか中鋭武器持った方がよさ、まあ もみじも中鋭だけど射程がちょっと長い中鋭武器の方がなんかあってそうね。鉾所も見てる感じ、中鋭の立ち回りすごいうまそうだなと思った。まあエクスとかそこら辺の武器合ってそうだなって思ったけどね。エクスプロッシャー、イグザミナー、クロガロン、ジェットスイーパー、どうなんだろうね。でもモミジも合ってるけど、モミジのギアは、スペゾーでいい気するけどね。スペゾー、サブインクも入れとくか。インク効率がもともといい武器だから、サブインク効率もそんないらないとは思うんだけど、一応俺は結構ステージャン吐くの好きだから吐くけど、ステージャン以下速、こんなんでいいかな。スペシャル性のアップあってもいいけど、ギアはまだこんなんでよくて、ほら、わかる？若葉って、射程は短いけど塗り射程超長いんですよ。塗れるシューター大体そうなんだけど、これをもっと活かそう。てかこれが結構若葉もみじの強みでもある。まずそれをね理解した方がいい。これはさ、キルを取ろうとするとね、これぐらいまで近づかないと取れないじゃん、キルってね。だからキル取るのは向いてないんだけど、実は塗り射程は超長いんですよ、マジで。だからこう中央とか敵肉だらけのとこもガーってこう塗り広げながら敵をね塗りで押し返すことができるんだよね、味方が周りにいたら。それをすると強い、やっぱ。だから敵肉だらけなのに塗らずにこうやって投げてるのは弱い。特にトーピードなんかね、敵シューターとかだったら簡単に壊されちゃうだけですから。うん、まずはこれ理解しようね。多分もみじ持って自分がキルしないと勝てないみたいな多分意識になってると思うけど、そっちの方が勝てなくなっちゃうから結局。だったら寿司とかキル取れる武器で持った方がいい。もうマジでサポートに特化させた方が勝てますから、これじゃ。うん。まずはね、塗り武器の強さを教えます。ただこれ相手強そうだな。まあでも、そう、でも編成的には勝ってる。こういう時とかね、前塗りまくってるだけで勝てますから、マジで。もみじ。ほんと。こういう時はもうガーッと塗ります、これ。ひたすら塗る。でこう塗り状況をまず良くするとこから始めて、キルは基本味方に取ってもらう意識。まあこれはちょっとエナジースタンドが来たから、あやった、ちょっとすみません、取ります。見えないんでマジで見えないんで取ります。サングラスすると全く見えません。こういうところから塗ってね。ポップソナー置いて、あやばい、強い。でエナスタ取って、でこう味方のカバー取って、まあこれちょっとあれだけど、こういう死なない手でこう塗ります。うわうまい、これは相手が。でステージャン履いてるとここで飛んだりもできるから塗ります。まずは塗り、まずは塗り、こういうところ、こういうところか、まずは塗りで、でこういうは塗り、ひたすら塗り、ひたすら塗りで、どこいるかなって、これ味方が戦ってるところにトーピード投げたりしてあげると刺さる。ほら、まずは塗り、塗って敵の場所をまず把握するのが大事で、やられそうになったら敵、別にほらキル狙えるシーンなんてほぼないんだよ、もみじで。これはちょっと味方落ちちゃったから引くと、でワンチャン濡れそうかもって思ったから前行くけど濡れないわ。こう雨降らしとか避ける時だけでいいんだよ。まずはね、味方のキルを見逃さない。味方が取った人数有利で、でトーピード投げて、味方が戦っているところにトーピード投げる。自分が一人でキル狙いに行くシーンなんてほぼないんで。さあこれはでもちょっと弓に投げてもいいな。こういう武器に投げる単発系とか強っ、単発系とかなんかこういう武器に投げるのが強いね。トーピードはなんか連射武器は簡単に返されちゃうから。でステルスジャンプを積むとでこれは取ってでこういうとこカバーして、まあそうだね、まあ、こうやってみると潜伏キルなんて全く狙って1回も狙ってないじゃん。ほとんど狙わない潜伏キルなんてほぼ塗って、味方が対面しに行くところにトーピード投げるとか、基本は塗りまくってハップソナー投げるのが基本ですから。もみじはサポートにもっと集中させていいね、泥水さんは。こういうことです、はい、こういうことでございます。